だからこの炎がね、これは結構なんか時間かかっちゃうんですよね。じゃあ変化だな。おにぎりか。あんまり大したものなんないな。じゃあ。これは大砲か。大砲の弾ね。なんか使いどころが難しいですね。変化だ。変化いっぱいあんな。ちょっと大したアイテムなんないですよね。お、なんかゾロゾロいんな。よし。おっとっと。うわっと。ああやっぱ罠確認していくか。ちょっとすごい時間かかっちゃうんだよな。なんか、この炎をつけなきゃよかった。よし。じゃあ。どうするかな。これがだな。これが一番いい。お払いか。お払いね。持っていきたい気はするが。どうするか。これいらないな。よし、いきますかね。薬草か。持っていくか。何があるかな。組むのは結構ないのかな。なんかアイテムがいろいろあるが。じゃあ、木の矢、消費していくか。で、電源の中に、入れておこう。はい。もったいないですけどね。あれ、壺が入ってんな。天の恵みと金か。あとはこっちはおにぎりね。はいはい、なるほど。じゃあ行くか。あ、待て待て。まだ先があるな。あ、何もない。ここにいたなら全然大したことないな。素晴らしさそう。素晴らしさそう、微妙っすよね。これはね。でも、マジ潮の出会いよりは役に立ちそうだな。ぬ、くそ。どうするか。一歩下がるか。よし。あ、拾っちゃった。これは？円筒か。円筒いっぱいあんな。よし。ここには何もないか。右だな。
なんかいんな。あ、違う違う、間違った。あ、話しかけたのターン消費しないんだな。こいつか。なんか今動きが変じゃなかったか。カッパ、ここには何もないな。無駄な動きを。じゃあ何か食っていこう。あ、そっか、食い物あるな。よし、先行くかな。おっと。あ、地雷か。怖いな。まだ確認していきたいけどな。これは入れておきたい。あ、拾っちゃった。まあいいか。よし、行こう。あ、しまった。ちょっとまずったか。仲間がいるってやっぱ素晴らしいかもしれない。だけどなんか仲間と一緒に戦うって実は初めてですね。試練の前作でもやったことなかったな。前回は、前作の時は、イベント全部スキップしてましたからね。そういうものを全部。なんか新鮮ですね。行ってみるか。あ、どう？待て待て。ないか。どうだか。よし、じゃあ頼む。あ、倒せた。そっか。俺、炎持ってんだった。ドラゴンソウね。火炎ソウと交換がいいか。素早さそうっていらないよな。どうするかね。どうするかどうするか。大砲の弾とかいらないよな。薬草ね、薬草ちょっと持っておきたいんですよね。まあちょっとしたなんすかね。じゃあ、これを、あ、飲んじゃった。ま、いいか。なんか合成？なんか合成の時に、なんですかね。回復の、剣をちょっと作っておきたいんですよね。回復できるもの。なんかそういうことができるみたいなんでね。識別か。じゃあ、識別欲しいな。なんか中に、何かあるんですよね。この長い壺ってやつ。これ何なんだろう？すごい気になる。よし、じゃあ、こうしよう。じゃあ、これを割っちゃう。これを拾うだろう？これ拾って、天の恵みを。よし、じゃあこれ読んじゃおう。よし。識別の壺か。いらないか。いらないな。で、その識別だけはなんないものがね、ないんですよね、今んとこ。ほとんど識別済みだから。
ね。本当に。だからまだ本格的なダンジョンじゃないんだよな。あ、ほとんどやった。では。よし、じゃあ。早速これをやりますよ。あとは、笑いだろ。よし。ここで少しスッキリしたな。あ、待って、あれ拾ってくか、一応。まあ、使わないにしてもね。あー、傘があるんだけどな。あのくらいだったらダメージ受けないような気がするんだが。お。これで、いいぞ。ダメージ受けたか。あれ、動き方下手だな。機内を稼いだぜ。大砲の弾。大砲の弾か。これ、どうするか。どうするかっつうか。なんか使いどころがな、いまいちな。多分でも、槍と同じ、槍じゃないや、矢と同じように使っていけばいいんじゃないかと思うんですけど。おそらくそれでいいんじゃないかな。よし。では、いきますか。おっと。